こちらのワインですが、シャブリと言います。ちょうどフランスのブルゴーニュからかなり北のあたりですね。地区的にはシャブリ地区というふうになります。こちらのワインはシャブリの中でも、スタンダードなタイプで AOC と言われるクラスのシャブリになります。ブドウ品種はシャルドネというブドウが使われておりまして、フランスのブルゴーニュの白はもうほぼシャルドネが使われています。合わせられるお料理としましては、そうですね、代表的なのが、スカルゴですとか、独特のニンニクですとか、バターを使われてますので、こちらの少し酸のしっかりした白ワインが、油分を洗い流すということでよく合うんではないかと思います。あとは地元のウォッシュタイプの、チーズですとか、サラダなんかもよく合うのではないかと思います。はい、次は、シャブリのプルメークルー、1級になります。こちらの地域は、フランスのブルゴーニュの北のあたりにシャブリという地区がございます。その中で作られているシャブリの1級クラスになります。こちらもブドウ品種やシャルドネというブドウが使われておりまして、合わせられるお料理といいますと、やはりシャブリというとやっぱり生牡蠣ですとか、あと海のものですね、ムール貝ですとか、そういったものが非常によく合うんではないかと思います。独特の果実味が非常に豊かですので、そういった少し塩気のある魚介類なんかが非常によく合うんじゃないかと思います。こちらのワインですが、シャブリのグランクリュー特級になります。ラベルの方にはボーデジールと入ってます。シャブリの特級は7つありまして、そのうちの1つであります。コクが気持ちあり、キレもあって、非常にお召し上がりやすいシャブリの1つではないかなと思います。合わせられるお料理といたしましては、バター系ですね、少しさっとソテーをいたしました牡蠣ですとか、あと白身魚なんかが非常によく合うんではないかと思います。少しレモンなんかを絞っていただくと、酸味が、ワインと相乗効果相まって、もうより美味しくいただけるんじゃないかなと思います。